好きだ。揚げ物も嫌やな。いやそれ、いや大人とかじゃない。嫌 やな。え、じゃあ今何が好きですか。いやいや代わりに。いや俺ね、今ね可愛いもんが好きやね。可愛いもん。俺ら、じゃあ俺ら、俺ら。俺ジジイの方向行くと思ったらな、もうババアの方向行ってんのよ。え、あんみつとか。そう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 。どういうこと。俺どうしようほんまに。あんみつかい。どうしようってない。いや別にいいじゃんババア。ババアっていいさ。俺さ東京来たって言ったやんか。俺何をまずしたかって言ったらさ、あのデパ地下行ってさ、おばちゃんと一緒にさ、なんかあの焼きたてパン並んでたのよ俺。わあ。焼きたてパン。いや、いいじゃん。いや、ちょっと並んでて。で、うん、気がついたら、マジで、おばちゃんしかいなかったの、周り。はいはい。で、まあ、焼きたてパンは結構、男一人で並ぶのは、並んでる、なかなかだな。確かに。そうそうそう。いないな。で、ふと我に返って、あ、俺、おばちゃんになってると思って。いや、まあ、まあいいんじゃない。でも、おっさんになるよりは、おばちゃんになる方が、なんか、まだ、そうやな、まだまだ、なんか、なんか、うん、小汚さがない感じがするんだよ、うん、救いがあるかもしれない。いや、でも。そのうち氷川きよしとか好きになるんじゃない。そっち路線追っかけ出すかもなぁ。キャーッと一番持って。ああ、韓流とかもね、乱すかもしれない。うわーって言ってる。